昨日感染が確認されたのは、いわき市で366人、郡山市で360人、福島市で288人など、合わせて1756人です。感染者数は4日連続で、前の週の同じ曜日を上回りました。県によりますと、昨日までに県内の介護施設や高齢者施設の合わせて4県のクラスターが新たに発生しました。 入院は三百五十五人で、このうち重症は三人、病床使用率は四十七点四パーセントとなっています。宿泊療養は三百六十九人で、自宅療養は一万五千二百二十三人で、初めて一万五千人を超え、過去最多となりました。こうした中、県議会は渡辺義信議長が新型コロナに感染したと公表しました。